ロンコンコマ支線は、ロングアイランド鉄道本線のうち、ニューヨーク州ナスソー郡のヒックスビル駅から同、サフォーク郡のグリーンポート駅までの区間に付けられた、愛称である。東側のロンコンコマ駅、グリーンポート駅は、グリーンポート支線とも呼ばれる。途中のロンコンコマを境に運転系統が分かれており、西側のヒックスビルロンコンコマ間は、ニューヨーク市のペンシルベニア駅まで24時間運行を。 行っているが、東側は、非電化区間で西側と比べると本数が少なく、土日については夏と秋のみの季節営業となっている。建設工事のためディーゼル機関車を使用している第8054列車全便が、ロンコンコマニップ間の直通運転で、ロンコンコマ初は、終日毎時1から2本運行されている。2017年1月時点の最短所要時間は、 急行で66分である。この区間は1987年12月に電化され、同区間の全便が電車による運行となると同時に、ニップ駅への直通運転も開始された。ラッシュ時のロンコンコマニップ間の所要時間は、電化前は乗り継ぎを含めて97分であったが、電化後は直通列車で71分となった。電化には、 1> 約1億6850万ドルの費用が投じられたが、エライダブリュファーが電化直後の1988年4月に行った調査では、同月中の利用者のうち42%が並行するポートジェファーソン支線及びモントーク支線からの移転利用者という結果が出た。また、エライダブリュファーの路線をそれまで使ったことがなかったものが4%、一度、 エライダブュファーを使うのをやめたが再び使うようになったものが2%いた。同年9月までには2000人以上が新たにロンコンコマ支線を利用するようになったが、その大半は電化直後からすでにロンコンコマ支線を使い始めていたといい、エライダブュファーの予想をはるかに上回るペースで利用移転が進んでいたことになる。電化に合わせてロンコンコマ駅の駐車場の拡張も行われたが、 前述の利用者急増からすぐに容量不足となり、二重駐車や破壊行為が相次いだ。利用者から長期にわたり、不満の声が出ていたが、2015年の拡張により1038台収容の駐車場となった。なお、電化開業以前から単線であるファーミングデール、ロンコンコマについては、またにより、複線化する計画があるが、資金面で実現には至っていない。 東端部にあたるロンコンコマ、グリーンポートの 73.7km は、非電化で電気式ディーゼル機関車による、また、エライダブルファー管内では、数少ない時刻表運行方式を行っている。区間で、ロンコンコマ伊藤には、信号機が一切設置されていない。朝の下り1便を除く、全便がロンコンコマでニップ発着便との接続を行う。平日の運行状況は、 以下の通り、ロンコンコマをまたいで運行されるのは、ディアーパーク発、リバーヘッド行きの便のみであるが、サフォーク軍裁判所へ行く陪審員向けに運行されていることから、陪審列車とも呼ばれる。この便は、朝の時間に設定され、ナスホーグニアニューヨーク市から来る列車とも一切の接続を受けていないことから、実質サフォーク軍民のみが利用できる。ヒックスビルではなく、 ディアーパーク始発となっているのは、単線で、朝ラッシュ時の線路容量に制約があることが、理由に挙げられる。アメリカの夏季休暇期間に当たる5月から11月末までは、ロンコンコマ、グリーンポート便が2往復運転されるのみとなる。エライ・ワルハーは、現状最低限の運行に止まるグリーンポート支線について廃止を示唆しており、2010年にまたの財政問題が起きた際は、 さらなる現実味を帯びる。夏季休暇の週末を除きすべての運行を取りやめるという案まで浮上したが、最終的に平日の運行はそのままとし、週末は減便、また休暇中は週末のみ運行とすることになった。2013年には休暇代や期間が5月から11月末に延長された。2016年7月25日には、2016年中の 週末ダイヤを2010年以前のものに戻すことが、エライダブリハーにより発表された。ロンコンコマ伊東の旅客輸送は、縮小傾向にあるが、運行施設そのものに関しては強化される傾向にある。2015年、または、ロンコンコマ、ヤップバンク間の1 6トルについて、信号及び保安装置を導入に2900万ドルを投じる予算案を作成した。さらに、 今後20年の需要分析に基づき、または、需要が見込めるとして、ロンコンコマ、ヤップバンクの電下及びロンコンコマ、ヤップバンクの伏線化を計画しているが、費用が高額になるとして、構想段階に止まっている。また、ロンコンコマ移動の電化が実現された場合、炭鉱運転に対応した、駅施設の改修が実施されると見られる。l i w の路線図には、ベスページ駅から、 モントーク支線のバビロン駅西側までを結ぶ、セントラル支線もロンコンコマ支線と同じ紫色で表記されているものがある。中央支線に駅はなく、主にジャマイカ・バビロン間の急行列車が使用するが、セントラル支線経由の列車はロンコンコマ支線ではなく、モントーク支線やバビロン支線の時刻表にのみ、掲載される。ただし、セントラル支線経由でもミネオラ及びヒックスビルに、 停車する便に関しては、ロン論ン駒支線の時刻表にも掲載される。ありがとうございます。